お世話になってます。2021年春の陣ですね。期間は3月1日から5月31日の間に、ハッシュタグをつけて投稿してくださった方となります。春はね、というか今年になってから、はい、釣り運がいいような気がして。そうですよね。特に印象深いのが、はい、沖袖のヒラスズキでしたね。ああ。私の初ランカー。あれでかかったですね。極太でしたね。まあある程度のね魚は釣ってるんですけど、ちょっとね今年はねちょっと海変です。例年通りに行かないで、青物で爆発する場所が今年は特定じゃないんですよ。これがねうまいこと合致して当たらないんですよね。今のところ全部外してます。でもなんか投稿すごい件数じゃないですか。多かったですね。ツイッターも徐々に増えてきて、ありがたいですね。自分は、面白かった投稿ですね。ルアーポットっていうものがあって、シリコン製のなんかガマ口になってて、反対側にカラビナがついてると思うので、そこにルアーを入れてこう持ち運びするっていうものなんですけど、ペンケースにしちゃってるんですね。でもなんかこういう使い方も、ね、面白いなと思って、サーフといったらやっぱり飛びすぎたいんですね。特別ね、1個にしてもらいたいので、よくわかんないけど自分のサインを書きます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、はい、私を、はい、今回はトラウトです。ジオン CH のジオンチャンネルさん。見て綺麗だなって思ったのはこれです。やばいね、これです。これ何がいいかっていうと、まず光の当て方が。この当て方はもう完全に分かってる人です。せっかく釣った魚をきれいに取りたいなっていう、まあ参考にさせていただきたいなっていう意味でも、ジョンさん選ばせていただきました。メテオラ70、ニューサイズ、長野に住んでらっしゃって、その犀川っていう結構有名なフィールドがあるんですけど、そこにも行かれてるっていうことなんで、まあ本流の、サイズもぴったりだと思います。私はですね。はい。今回、新製品っていうのが、今年の2021年発売の新製品っていうのが、まだ世に出てないことがちょっと多すぎる、そうですね。なので、2020年度末とかに発売されたアイテムをメインにちょっと選ばせていただきます。まず、マス男爵の方は、スプリングマンアンダーバー1123。の方ですね。海桜、海飴の方ですね。これ久しぶりに釣ったと。で、北海道ですね、この方は。はい。なので、スプリングマンさんには、このね、14SSP っていうのね、こちらを差し上げてですね、海飴、海桜、両方にもいけますね。おめでとうございます。ありがとうございます。私はね、もう一方ちょっと選ばせていただきます。ツイッターの方からちょっと選ばせていただいたんですが、KZY2 さん、本当にがっつり食ってました。これね、地獄がかりなんですね。これトリプルフックがね、口の中にがっつり入ってるんですよ、3本とも。これはつらい。これね、バレないんですけど、取るのは大変。これね、嬉しいけど、取るとき難儀なんですよ、すげえ。ちょっとね、くすっと笑ってしまいましたけど、こういう若し若なお系で、すごい楽しんだルアーがあります。今回はね、こちらを差し上げようかなと思います。これは飛びすぎダニエルグレードの 10g。10g ね、飛距離めちゃめちゃ出てね、泳ぎ抜群で、若し若な子大好きなんですよ。で、ブレードがついてるんで、より収容効果があります。これで地獄係してください。次は夏の陣ですね。次の投稿でテーマを絞りたいと思います。僕だけね。綺麗な写真だったんですけど、6月にですね、これダニエルヘッドロックの新色が発売になります。はい。で僕一部から一色作らせてもらって。そうなの。鶴がハルミオレンジ。いいね。6色中の1色僕やって、全国のテスターさんが1色ずつ考えてくれたんですけど、このダニエルヘッドロックで釣った方で、さらにダニエルヘッドロックのこの新色で釣った方でその中でも駿河ハルミオレンジで釣ってくれた方は、めちゃくちゃ当選確率が上がります豪華めちゃくちゃ上がりますそれな俺もやろうかな。いいですよいいですよ。うちのチームは、はい、やっぱりもうこれですよ。皆さんこれで釣ってくださいこのメタルエフェクトで釣ってくれた方は、必ずいいねも押しに行きますし、うん、その中から、当選者発表はさせていただきます、はい、でじゃあ僕は特にないですねじゃあ次の、期限、ハッシュタグジャクソンクルー2021夏の陣、6月1日から8月31日の間ですね。ぜひお願いします。